僕にもっと力があれば。マシュリー、行くぞ。理論的に可能だ。捉えた。これで仕上げだ。計算通り。僕にもっと力があれば。マシュリー。僕にもっと力があれば。大明王子のシェル、そしてヘレナヒカ。俺の悲願は
憎きリオニスの血を根絶やしにすること。手始めにこのリオニスの大地を貴様ら二人の血で濡らしてやろう。いいのかい？あんたが何しようと知ったこっちゃねえが、オルンの王からはこの二人に手出しするなと言われてるんだがな。ホルンが恐ろしいか？いや、むしろ大歓迎だね。あんたのことだ。いずれホルンにも牙を剥くつもりなんだろう。さて、どうであろうな。残念だが、あんたはホルンを裏切ることができないぜ。ほう。理由を聞かせてもらえるか。俺たちの武装を解除しないと舐めすぎだ。ではどうするつもりだ？この剣の露としてくれる。大きく出たな。なぜ貴様らの武装を解除しなかったのか、その理由がまだわからぬとはな。こうして反乱を起こしてくれれば武力で鎮圧するしかないからな。どうでもよい、しよ。面白くなってきましたな。勇壮参る。覚悟はできているのか。終わりだ。おそい。リキューガソーは剣を奪う。あたしを引き、お見舞いすれば。ありがとうございます。感謝する。助かります。敵です。大丈夫。まだ行けるわね。よくやった。これが竜の力。私が負けることない。へえ、やるじゃねえか。でかい口を叩くだけのことはある。なるほど、エルデが温存していたのもこれならば理解できる。殺すのがもったいなくなってきたぞ。早くも命乞いか。兵士の背後に隠れてないで出てこい。貴様を倒した後、上へ向かわねばならんのだ。親父が恋しくなったか。ああそうだ、奴の行い許しておけぬのだ。なんだと、
父親に捨てられた恨みだ。なるほど。この戦場に何が。大丈夫か。勝ってくれた。スタビ、感謝する。リュウソウギは天を奪う。敵です。俺から目を見せた。死ぬぞ。行くぞ。感覚で撃たせ。だから助かるよ。助かりました。しっかり。頼もしいわね。もう逃がさん。逃げるだと。少子、このリオニスの領土は今日この瞬間から俺のものだ。シテル様、この村がかなりの手だれですぞ。分かっています。俺が敗れたら母上のことを頼みます。お待ちなさい。お前はサーダリー様。サーダリーだと。クリスタル教の教祖ですな。この勝負私が預かりましょう。しかし。おや、ムラが私に背くわけですか。くぅ。命を無駄にしてはなりません。わかりましたね。
you